はい、こんにちは、カズボです。ファイナルファンタジー6ディレーション続きやっていきたいと思います。前回ね、この古代城の洞窟あるんですけど、ここでオメガ倒しまして、それでついでにね、行けるようになった場所で神竜、まさか宝箱開けたら出てきましてね。倒しました。それで、オメガウェポンってのを手に入れたんだけど、あれってなんだろう、やっぱアウルテマウェポンっぽいのかな。5300しかいかない。なんで？アルテマエポンの方がいくよ。やっぱ HP に依存してないってことか。ここは下がんだけど、やっぱ力がいっぱい上げればダメージ出る系なんかな。オメガウェポンがね、多分こっちの方がダメージ出る。ということで、神竜がいたところまでちょっとカットしますね。長いんで。はい、ということで、前回この宝箱開けたらね、神竜が出てきました。それで、ああ、もう失敗したと思って、またやり直しだと思って戦ったら勝っちゃいましたね。テトラエレメント。カエルの行ける場所、暗いな、これ結構。こんなんばっかなんだよね。アルテマウェポンだと HP に依存するけど、あれ何やっても5000いくから。ガウがやばいんだよね。ちょっと異常ですよね。これ、なんもない。ああ、敵が。ないか。さすがにもう多分つくと思いますけどね。あともう何パーとかだと思うんだけどね。全部もう回ってる。さすがにもうスイッチはないね。死者の魂。ティナにオメガウェポン装備させたらなんかいきそうじゃない。こいつは硬いからね、元からね。水晶流。ん？なんで2回敵が変わりましたね。こっから先へは落とすわけにはいかん。なんだ？アレクサンダーが出てきた。マジかい。マジかい。
とりあえず。本来だったらこいついるからね。なんか知んないけど、ディアボロスになってたからね。桁が違うもん。でも三頭身倒さないとこれここ来れないからね、そこそこやっぱ強いんかなと思いますけど。お、またコントローラーが。アルテマイポンの方がいいのか。あ、いいけた。そうか、お前はマディンの。お父さんを知ってるの？通るがいい。この先は幻獣界。我ら幻獣の住まう場所。来た。幻獣界来ちゃったよ、とうとう。あ、いや、危ねえ後ろに入り口は、いや、今は結構です。ここは幻獣の村。人間が来たのはいつぶりでしょう。幻獣は死ぬと魔石になります。ですが、時を経るとことで再びこの世界へと戻ってきます。魔石となることは死であり、同時に生への第一歩でもあるのです。すごいな。転生みたいなのあんのか。なんだ。これは、お母さんの、シルクの音です。ミルクのどです。あれかな、服。服変えれんのかな、もしかして。三頭身様の力が失われ、この地もだんだんと滅びに向かっている。いらっしゃい、ゆっくり見ていてね。お、なんだ。あー、すげえ。フローラのフリで売ってる。ここのアクセサリー、私たちの魔力を込めているの、きっとあなたたち力になるわよ。ですよね。仲間たちから聞いてるよ。君たちが僕らの魔石を持つ人間だろ。大事にしてやってくれよ。魔石になったとはまだ彼らはそこにいるんだ。ですね。キャ、人間だわ。ごめんなさい、人間と話すのは初めてだがびっくりしちゃって。あそこに行けばいいんだろうな。まさかアレクサンダーが門番だとはね。ん、なんかありそうだけど、ないか。我らの力を争いに使うとは、これではまるで千年前の魔大戦ではないか。お？人間、この武器使いこなせるかな？すげえ。ブローランスってどこに取ってないんだ。投げだよね、これね。あ、武器、投げ、あ、投げでもないんだ。
人間のお客さん初めてだ。見ていておくれ。あらまあ。4つぐらいは取っといた方がいい。この先何やかわかんねえからさ。武器屋のやつ口悪いが腕は確かだぜ。この先は長老の住まう家だ。大丈夫だと思うが失礼ないようにな。さてさて。大丈夫か？まあ戦いとかあんのかな。失いし道を通ってきたんですが、お疲れでしょう。このあ、なんだよ、回復しちゃったじゃん。お主たちはよもやこの地にまで来るとは。わしはこの地を治める者。私たちの世界は今分かっておる。三頭身様の力を奪う人間がいるとは。魔石を持つ者たちよ、もはやお主たちの他頼れぬ者はおらん。我々はそちらの世界では満足に動くことはできんのだ。このままでは魔耐性の時より恐ろしいことになる。魔石を、あなた方の力を私たちが使っているせいで。それは違う。お前たちの持つ魔石はお主たちの心を認め力を貸しているのだ。その心でお主たちの世界を、我らの世界を救ってほしい。ん？ん？ん？お主はマディンの子か。はい、ティナと申します。お。そうか、ティナ。大きくなって。ここがお父さんの暮らしていた地なのですね。うむ、そしてお前が、お主が生まれた地じゃ。あの時わしはお主の父と母を救ってやることができなかった。本当にすまない。いいえ、長老、あなたのせいではありません。ティナよ、お主にこれを渡そう。お主の父、マディンの形見じゃ。お父さんの？本当によく来てくれた。何もないところだが、ゆっくりしていきなさい。マディンの角。なんじゃそりゃ。どこにあるんだ、マディンの角って。なんだそれ、マディンの角って。武器？あった。それ、どう？255個。マックスになってるの？もしかして。マディンの角。追加、連続魔。ね、え？連続魔？世界中の夢と希望。あ、待って、連続魔追加マディンってどういうこと？マディンが追加されんの？連続魔に追加マディン？連続魔。だから、アルテマ2連とかでしょ？ってことは、回転の証じゃなくて、ここ3スターズにして、装備をここをさ、マディの角にしたらさ、無限にある手間打てるってことでしょ、とりあえずは。でもストラゴスでもいいよな、それはな。まあいいか、これでいいか。シルクのドレスって、なんだろうね、あれね。あ、そっか、入り口か。じゃあ、これで多分全っぽいよね。じゃあ、マディの角ってのがよくわからない。どうしよう。ケフカのとこまで行っちゃうか。じゃあとりあえずね、今回ここで終わりますね。じゃあ終わりますっていうか、ちょっと飛宮亭行ってシルクのドレス着れるかどうかだけちょっと見てきますね。これもしかして最初からあった、シルクのドレスって。あの変なとこ見つけなければ。ハーフって。ハーフ。これ。
まあ、これでいいか。なんでカタリナの音楽流れてんの？はい。ということで、今回ここで終わりたいと思います。じゃあ次回はね、もう最後の目の前まで言っておきます。よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。